はい、どうも、女性保管計画です。えっ、ー、とね、今日もまた、あのー、好評ではないんですけれども、まあ、あの、見る人だけは見てくれてるので、見てくださってる方ね、本当に感謝してるんですけれども、えー、最近買ったレコードをまたやろうと思います。はい。ではですね、今,日今回のは5枚。で、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、これ。じゃん。じゃん。えー、カーズ。 えー、1984年だったと思いますよね。85年かな ?4 年か5年のリリースで、えー、一応調べるかな一応調べますと、72年はこの間、83年ですね。ごめんなさい。83年のリリースの、えー、カーズのハ、えート d b シティです。でね、これはね、あの自分が本当にロックファンになって、 自分のお小遣いで買ったレコードの多分2枚目か3枚目多分1枚目が本当にね一番初めがマドンナのねファーストアルバムだったと思うんですよあの MTV で見てあのこれは本当に聞きたいとあの思って本当自分のお小遣いで初めて買ったのがマドンナあの神戸のねえ三宮センタープラザにあるねえミスタージャケットでね買いましたね 1600円か700円だったと思いますね。で、多分その次ぐらいですね。本当だから初め持っている5枚のレコードにね、入っていた、あアルバムですね。まあ MTV でね、あのー、まあビデオを見てあ、やっぱ、あの、ちょっとファンになってね、買っちゃったんですけどね。えー、多分、えー、っと、YouMyThink Me Crazy え、えっ、ー、と、タイトルが何だっけ。YouMyThink か。YouMyThink のね、あのー、 MTV のね、あのビデオ見てねおかっこ、なんかポップでかっこいいなとか思ってね、あの、買いましたね。2枚3枚目ぐらいが多分ね、トンプソン・トゥインズだったと思うんですけどね。あの、シスター・シスターってやつかね、ああ、あれがシスター・オン・マーシーが入ってるやつね。なんでね、で、まあね、それからもうなんかあの、ちょっとロックマニアック、 になってしまってね、プログレッシブロックとか買い始めるとね、こんなのを聴いてったのがちょっと恥ずかしくなってね、あ <laughs> のなんていう、ミーハーが聴いてる、なんか、音楽だみたいなね。で、あるじゃないですか、なんかその、マニアになるとね、あの、普通の人が聴いてるものじゃない、自分だけが聴いてるものが欲しいみたいにね、そんなこと言ったらね、誰にも聴かれない音楽に至るんですけどね、そういう流れっていうのがね、多分ね、ちょっとね、あの、なんていうのか、前員芸術家、自分で、こう、自分の音楽が、 自分の、あの、聞きたい音楽は自分の音出している音だけなんだみたいなね。なんか即興芸術家だとか、アバンギャルド系統のね、方向に進むんでしょうけど、まあ、まあ、それってね、あのー、一般的にスノップでしてね、あのー、いつか気づくんですよね。別にポピュラーな音楽っていうのがね、あのー、なんていうのかな、ミーハーだとか、なんか、あ、あまり知らない、なんかバカな人が聴いてる音楽みたいなね。 あの、そういうようなことを考えてる時点で、まずダメでってね。まあ、音楽ファンもね、20年、30年、40年も続けてくるとね、どっかで、あ、そうだな、とかね、気づいてね。っていうか、あ、これね、あの、ローリングストーン誌のね、デイブ・マーシュって人がね、ローリングストーンレコードガイドの、なんか、前書きかなんかにね、書いてて、日本語訳で読んだと思うんですけどね。あの、音に名前はないっていうね。お、すごいな、とかって思うんですよね。 ま、絵とかも名前はないのかも。記号論的に捉えたら、絵っていうのにもね、名前はないと思うし、映像とかっていうのも記号論的に捉えると、なんていうのかな、シニフィアンに過ぎないというか、あの、ね、表彰してるものに過ぎないので、それは記号だって考えたら名前は書いてないけど、絵ってね、番号とかね、あの、書いてあるじゃないですか、一応。エドワール・マーネとかね。あの、で、マーネか。エドワール・マーネとか書いてあるから、 まあ名前書けるけど、音ってどう考えても、音にジョン・レノンって名前だとか、音にポール・マッカートニーだとか、ミック・ジャガーって名前を書くことは無理ですからね。だから音に名前は書かれていないっていうので考えると、うん、音楽ってね、そう、だから、なんか、この音楽の作曲家しか聴かないだとか、このなんかアーティストっていうのは、なんかミーハーっていうか、商業主義に迎合してるから聴かないとかっていう、 概念って実は成立しないんですよね。なぜかというと、音に名前はない。音って、また、な、何構造主義的に考えると、その、音そのものっていうの,のが出ているっていうのは、やっぱりあの、なんていうのかな。ね。まあ、なんだろう、科学的に考えると、単純に、ヘルツのね、あの、差異というか、あの、そういうも,もんでしょう。いや、ちょっとうまく言えないけれども、まあ、 コンピュータ記号にオーディオとかを変換した時のものでしかないんですよね。ゼロか一かですよね。なんか結局、そう、えー、変換できるものであって、まあ、変換できない部分っていうのもあると思うんだけど、あの、そう考えていくとね、で、あと、なんだ、あの、コード進行だとか、かあの、作曲のフレーズっていうのの使われ、中で使われるイディオムだとか、クリシェだとか、えー、と、コード進行のね、テオリーとかっていうの、 とかっていうのを厳密にオリジナルってなんだって考えていくと実はあんまりないっていうのがねあのー、あると思うんですよねなんだかんだ言ってその何で2-5だとかドミナントトニックサブドミナントトニックみたいなねあの信仰のイディオンっていうのを完全に無視できている破壊できている人っていうのを前衛芸術家とかでもねいないと思うしだからなんていうのかなそこがね音楽のいいところだなとかっていうことを思うと なんかね、やっぱりこの80年代にね、青春時代を過ごしたので、こうカーズとかね、買い直しちゃうんですよね。あとマドンナとか、トンプソンスインズとかもね、サブスクライブもしてまた、また現場でも買ってみようかなとか言ってね、すぐ売り払っちゃったんですよね。買って1年後ぐらいにはやっぱりマニアックな音楽を買うために、まあ高校生ってお金がないから、もうこういうのをね、あの、中古屋さんに売り払って、 行くばっかの、ね、まあ300円とか400円200円とかの買い取りだったかもしれないけどそれで新しいものにね買うみたいなね感じで売っちゃってまた買ってね聞きましたけどこれ本当にいいアルバムなんですよねなんか一つのねあの何、ー、て言うのかな一枚通して聞くことで一つの物語を味わえるみたいなねあのー、とてもいいアルバムで「ハローアゲン」まあ、っていうのから始まるのもすごい好きですし もうドライブもね、ヒットした名曲ですしね。で、今ンクもね、ありますしね。で、最後のハートビートシティっていうのが本当にね、なんていうのかな、なんか切なくなるようなね、名曲でね。いやー、本当にね、カーツね、いいなーって思いました。もうカーツだけでね、むちゃくちゃ時間を使ってしまいましたが、はい。まあも、もしね、売り払ってる人とかいたらね、また買ってみたらね、嬉しいかな。あのー、面白いと思います。 はい。続いて、えー、ティナ・チャールズ。前も紹介しましたね。まあ、イギリス人だけども、あの、インド系のね、バックミュージシャン。あの、ビドゥーっていう人がね、あのー、なんていうのかな、プロデュースしている、まあ、ディスコミュージックなんですけれども、まあね、あの、ラブトゥラブで、I love to love でね、ものすごい、あのーえー、ヒット、曲飛ばした人ですけども、これ持ってなかったんでね、多分2枚目、3枚目とかなのかなちょっと順番はよくわかんないんですけれども、 えー、買いました。で、これはね、なんだろうな、Halfway to Paradise がね、入ってますね。あの、名曲ですね。えー、タイトルは Dance Little Lady ってやつなんですけども、あのね、まあここと Amazing Race のね、カバーがなんかね、すごいファンキーでよかったですね。ミュージシャンはね、えー、まああの、プロデューサーもおなじみのビドゥですね。インド系のイギリス人。えー、それに、 えー、アレンジでピップ・ウィリアムズとかが入ったりしてましてでパーソナルはまあ詳しくは分からないんですけど「ThanksTo」でクリスレ・レイ、えー、いつもまあギター弾いているクレス・レイ、えー、それからバリー・デスーザ、えー、ドラムスですね、えー、パーカッションでフランク・リコティ、まあ、クリス・ペディングとかも、ね、お世話になっていたフランク・リコティといった人がまあ参加している、ね、ポップな、ね、いい作品でした。 続いて、まあね、この Vlog でものすごいよく紹介しているジャッキー・デ・シャノン。で、これはですね、えー、75年の作品でして、えー、その、よくね、あの、引用に出す、えー、ローリングストーンレコードガイドのね、あれで、あの、評価で4、ま、4つ星ついてましたね。 で、一度ね、大学時代に、だから1990年ぐらいにね、手に入れたんですけど、その時ね、割となんかフリージャズとか前衛的な音楽ばっかりにね、のめり込んでいて、あんまり、あの、きちっと聴かなかったんですよ。なんか、ポップな音楽かなーっていう感じでね、ちょっとなんか別詞してたようなね、ちょっと若かりし日の過ちというか、えー、そんな感じでね、捉えてたんですけど、 今ね、聞き直してみるとね、これいいですよ。あのー、なんていうのかな、レコール、ローリングストーンレコードガイドでジャッキー・デ・シャノンのことを、えっと、嫌味のないジョニー・ミッチェルみたいな、ジョニー・ミッチェルよりも声に嫌味がないみたいな書かれ方がしていて、いや、そんなジョニー・ミッチェルってそんなに嫌な声してるかなと思ったんですけど、確かにね、40年間音楽ファン続けてくると、たまにジョニー・ミッチェルの声ね、なんかうざい、 うざいなんかものが混じってんなみたいなことにね、気づき始めて。で、なんかその評論の意味がすごい今になってね、分かったというか、なんか、なんだろう、あのー、ジョリ・ミッチェルのね、あの、コータンド・スパークを、からなんか、アクを抜いたようなね、テイストみたいなのがちょこっとあるんですね。でコータンド・スパークとまあ、ブルーの間かな。まあ、それでまあ、ポッ、 ポップな、ポップ寄りなんですけれども、確かに、その、ローリングストーンレコードガイドのデーブ・マーシュさんとかが、あの、ジャッキー・デ・チャノンと、ジョリ・ミッチェルとかを同列に扱って、あ自分はもうじゃ、完全、若い日はもうジョリ・ミッチェルの方が完全に上でしょうってね。例えば、その、共演してるミュージシャンにしても、まあ、リチャード・デイビスだとか、あと、なんだろう、あの、ジャコ・パスとかね。あの、完全にもう、位が違うでしょうとか思ってたんですけど、なんでそんな同列に扱ってんのかっていう意味がね、 今になってやっと分かったというか、あのー、なんだろう、なんかポップなね、ジョニミッチェル作品なんですね、これね。で、多分ね、あの、パーソナルこれついてなくてね、残念なんですけれども、多分ウッドベースでリチャード・デイビスっぽい人が弾いてます。まあ、ウィキペディアで調べれ、ウィキペディアで調べろって話なんでしょうけど、多分弾いてます。はい。いい、いい、めちゃくちゃいい作品です。 はい。続いて、じゃん。えー、ファンシー。ファンシーはですね、ブリティッシュロックマンドで、ちょっとね、このエロジャケーね、このジャケット実は見たことなかったんですよね。そんなに珍しいってわけでもないんでしょうけど、見たことがなかったんで、えー、買っちゃいましたっていうのと、まターンズ・ユー・オン、ファンシーのターンズ・ユー・オンってね、えー、アルバムですけれども。まあ、ここで自分が一番好きなのは、この二人のミュージシャンですね。まず、モ・フォスターっていうベーシスト。この人はね、 あの、A バスだけじゃなくてねあ、エレクトリックベースだけじゃなくて、コントラバスもね、弾ける人なんですけど、あの、ジェフ・ベックのね、えぇ、ー、The&Back、1980年の、あのアルバムでね、ベース弾いてる人で、あのー、その前ってね、あのー、なんだ、あれっすよ、アフィニティ、リンダ・ホイールのね、アフィニティでベース弾いてて、 それが1970年ぐらいだからなんかその10年間の間何やってたんだろうってちょっと謎の人だったんですけどまあレコードコレクターするとこの「ファンシー」ってアルバムで弾いてたりあとなんだえっと「リンジ・デ・ポール」とかあそこら辺の女性うんあのブリティッシュのシンガーソングライター女性シンガーソングライターのバックとかでねあの割と名前見かけますね。ちょっと自分のレレココードコレクター 自分のレコードコレクションの中にも結構モフォースターベースってあるんですけどね、今度まとめてちょっとね、あの探してみたいんですけど、探すの結構めんどくさいですよね、あれね。あのめんどくさい。<laughs> 手間かかるんでね、やってないですけど、いつかやりたいなと思ってるんですけど、そのモフォースターのね、ベースが入ってる、ね、結構ファンキーなね、作りなんですけど。それで、あのギターがね、レイ・フェイミック。あの、なんですかね、有名どころではイアン・ギランバンドで。 ギター弾いてたりとか、その前、まあ、アンホテルとかね、あそこら辺のショパンのミュージシャンとかどんどんね、ところでギターとかね、よく弾いてる。まあ、名,名ギタリストですよね、レイ・フェンウィックはね。あの、その二人がね、参加していて、結構あの、曲とかも彼らが書いている。あと、プロデューサーのマイク・ハーストも書いてますけれども、えっ、ー、と、もう、フォースター側は曲書いてないですね。書いてないので、ちょっと嘘つきました。申し訳ない。まあ、レイ・フェンウィックがほとんど、 曲書いてるから、まあ、彼のリーダーバンドだったのかもしれないですけれどね。うん。で、女性ボーカルなんですよね。このアニーカ、アニカバナー、アニーカバナーっていうのかな。あの、この人がね、女性ボーカルで、ちょっとまあ、あなんていうのかな、バ、マギーベル的なね、シャウトシンガーなんですけどね。だからハードロックとね、ちょっとファンキーっぽさがね、あの、ミックスした、まあ、あの、いいバンドです。うん。そんなに、うん、むちゃくちゃ、 光るものはないけど、まぁ、あ、キラリと光るものがたくさんあるみたいなね、いいバンドですのでね、ファンシー見つけたらね、ぜひ買ってみてください。はい。今日最後はスタッドのね、グッバイです。はい。スタッドといえばね、まぁ、あ、知ってる人は、えー、っと、まずあのー、テイストのね、リズムセクション、えー、ジョン・ウィルソン、ドラマーのジョン・ウィルソンと、 あの、ベースのリチャード・マクラッケンがね、流れてきたバンドだっていうのがね、リズムセクション、テイスト、あの、ロリー・ギャルハーがいなくなったとね、えー、でしょうけれども、まあ、そこにね、あの、まずあの、ジム・クレーガンというね、あの、ブロッサム・トゥーズから来て、それから、まあ、リンダ・ルイスのと結婚して、で、あのロ、ロッド・シュワートンね、70年代、80年代のバンドでね、むちゃくちゃすごいリードギターを弾くわけじゃないけど、なんか、 音楽としてバンドをまとめる、なんていうのかな。バンドマスターとしての才能みたいなのがね、なんかある人なんだろうなと思ってるんですよね。なんとなく、あの、彼の、彼がなんでずっとプロで生き残ってるのかっていうとね、その、ジム・クレバンがですね、えー、って、あと、ジョン・ウェイダーがね、ファミリーから、あの、ファミリーでベースとか弾いてたんで、まあ、ジョン・ウェイダーがね、ファからね、えー、脱退して、ここに参加して、まあ、彼もまあ、曲を書いてるみたいな感じでね、えー、バンドなんですけど、 ままああね、まあ、これもね不思議なバンドっすよね。これまあ再発ですけどねあのー、再発なんですけど何ていうのかなジム・クレガンは割とフォークフォーク寄りであジャンってなんかそうセンチメンタルなね曲この「サムライ」って曲もそうなんですけどちょうど日本に迎合してますけれどもあの何、ー、ていうのかなすごいセンチメンタルに弾き語るようなねフォーク曲。 があって、ジョニー・ウェイダーはめっちゃなんかブルーグラスみたいなね、あの曲書いてるんですよ。ブルーグラスみたいな感じで。で、あのー、そこに、あのー、それだけだったら、やっぱこの元テイストの、 あの、リズムセクションが退屈で仕方ないので、彼らがインプロビセーションをする長い18分の曲とかがあるんですよね <laughs>。これが、長い結構なね、数分間にわたるベースソロだとか、数分間にわたるあの、ドラムソロとかがね、なんかジンジャーベーカーみたいな、もう、なんていうのかな、もう、あんまり聞き手を無視して、俺のパッション聞けみたいななかったらしいドラムソロ。まあ別にいいんですけど、いいんですけど、いいんですけど、いい まあ、なんていうのかな、売りたいものが書く個人でバラバラみたいな、あの、ジム・クレーガンが、クレガンジム・クレーガンがやりたいもの、ジョニー・ウェイダーがやりたいもの、で、その、チャー、リチャード・マクラッケンはちょっと微妙なんですよね、彼って割と、あの、バランス感覚があって、別に自分のベースソローだけ聞いてほしいわけじゃなくて、その、結構、あの、ポップなバンドのバックミュージシャンとして有能な人じゃないですか、例えば、 この後だと、ハーディンヨークとかね、とか、あと、ケビン・エアーズとかね、あそこら辺を支えた人ですからね、あの、ベースでね。だから、まあ、悪くはないんですけど、あの、なんて言うのかな。うん、あの、あと、でも、ジョン・ウィルソンとかもセッションで活躍するけど、ここではちょっとね、やっぱりあの、バランス感覚見ずに、 はしゃぎすぎって言ったら悪いけど、あの、うーオナニーっていうかマスターベーション的なソロやりすぎみたいなね、あの感じがする、しますね。でもまあそういう不思議なバンドですよね。もうちょっと売りたいところを絞ればあ、せめてマシューズサザンコンフォートあたりに行けたりとか、せめてね、あの、もうちょっと成功もあり得たと思うんですけど、絞れなかったっていうね、不思議な。 不思議なバンドだと思います。